はい、続報でございます。光のランプです。イエーイ、すごいすごい、イエーイ、素晴らしい。光がランプして、はーい、見せてくれていますよ。まるでクリスタルですね。祭壇があって、そこにクリスタルを置いてるんですけど、クリスタルの中もレインボーで輝き始めて、宇宙的な光を放つようになったんですけど、今それを彷彿させるような色、主体的には、エメラルドグリーン、白が主体になっていると思うんですけれども、これはね、月、南側に現れた月の UFO、こちらね、が投射して、放射して見せてくれているんです、今。うわー、素敵、見て。そう、こうやってね、クリスタル状にね、祭壇のところに置いてあるクリスタルの中に、光がこう、虹色になって、すごい素晴らしいんですけど、すぐ、クリスタル状に目の前で現れてますよ。見て、素晴らしい、素敵ですね。わかります？これ、私が何か操作してるわけじゃなくて、上にいる、ブルースフィアビーングの、集合体の、ET、UFO、意識体、なんて呼んだらいいのかな。彼らが、これ撮らせてくれてるんですよ、今。イエーイ、すごーい。光を下ろしてたからね、何かな、何かなと思って。そしたら目の前にこうやって反映させて、撮らせてくれています。もう奇跡が日常ですよ、皆さん。昨日も、9月4日も撮れたんですけど、不思議な、というか、シェンドラー三種族の光のランプは昨年の10月もあったんですけど、今は目の前で、ほとんど、そんな、なんていうのかな、外ですけど、今私は家の中にいますから、窓一枚隔てたすぐそばでこれが起きています。撮らせてくれているんですね。わー、見てー、綺麗、エメラルドグリーン。すごい、祭壇で瞑想先ほどしてた時にエメラルドグリーンも来てたんですね。だから瞑想中のそのこう、下ろされていたエネルギーっていうのはそういうことですね。受け取っていたということはよくわかりました。ありがとう。まあ、ヒーリングをしますからね、私もね。踊りを通じてとか、ヒーリングも携わってるので、はい。そうですね。ありがとう。素晴らしい。サポートしてくれていることに感謝しております。光の存在たち。ね、本当に温かな存在です。素晴らしい。下ろしてくれています。はい、地球、新地球に向かって皆さん、Enjoy your life。ね、良い時、楽しい時をクリエーションしていきましょう。はい、ありがとうございます。Thank you。感謝、感謝。ありがとう。ありがとう。ね、上に。
っかりいてサポートしてくれています。ありがとう。感謝です。